西ドイツ国鉄120型電気機関車は、ドイツ連邦鉄道が保有、運行している、客家両用交流電気機関車である。試作機の1 2 0 0営で2500西ドイツ国鉄における特急旅客用電気機関車は、1970年代、初めから主として、最高速度時速 200km 運転に対応した103型が、使用されてきた。一方、 1970年代の初めから最新のエレクトロニクス技術によるインバータ制御三小交流誘導電動機を採用した新しい機関車の開発に取り組むこととなった。この技術を採用すれば保守費の低減が期待できることや鉄道車両に必要とされる力を必要に応じて引き出すことができるとされた。 そこでまず1971年から1973年にかけてヘンシェルと BBC の2社の共同開発により、で2500と呼ばれる軸配置 CC あるいは BB の電気式ディーゼル機関車が3両試作され、試験が実施された。この試作デルの試験結果をもとに、これの電気機関車版として1979年から1980年にかけて、 5両の試作車が製造された。これらは各社の番号の100の位が0であることから120.0型とも呼ばれる。車体は103型とは大きく異なり、全体的に角ばった直線的なものとなった。車体長は103型と対差ないが、軸配置は同形式の CC に対し BB で、同軸数が2軸少なく、 そのため、主電動機出力の合計も103型両3車の7 4 4 0ットに対し5 6 0 0ットと大きく見劣りする。ただし、各電動機の定格出力そのものは103型の1 2 4 0ットに対して1 4 0 0ットに引き上げられている。最高速度は時速1 6 0トルとされたが、12005号機は、 時速 200km 対応とされた。これら5両の試作車は比較試験のため、それぞれ異なる電気機器を搭載していた。塗装は103型と同様の暗赤色とクリーム色の T 色であるが、屋根の部分が赤色になるなどの違いが見られる。量産車の登場後は試験用となり、752型に改版された。試作車での長期試験の結果、インバータ制御。 誘導電動機の実用化に目処がついたとして、それらの実績をもとに量産車が製作されることとなった。1987年から1989年にかけて60両の量産車が製造された。これらは120.1型とも呼ばれる。最高速度は時速2 0 0トルとされたほか 当時建設が進められていた高速新線での高速運転に対応するため、機密構造の採用やブレーキの改良が施された。この120型は高速新線での高速旅客列車の経営から重貨物列車の経営まで単一の機関車で幅広い運用に対応できるような汎用機としての設計がなされた。将来的には、この120型の大量製作により、 103型のような旅客用機関車、あるいは150型のような貨物用機関車を置き換え、西ドイツ国鉄の次世代標準電気機関車と位置づけることが想定された。車体は基本的には試作車と同様だが、塗装はオリエントロードと呼ばれる一式塗装とされ、前面にはよだれ掛け状の白い五角形がアクセントとして添えられた。 従来の機関車とは一線を画した塗装により、次世代機関車としての存在を明確にするとともに、当時としては最新技術を採用するなど、西ドイツ国鉄が満を持たして送り出した自信作であることを印象づけた。このオリエントロード塗装は、120型以前の機関車にも広く採用されていくこととなった。1988年、西ドイツ最初の高速新線が、 ブルツブルグ古田間に開業した。当時はまだアイスは試験中の段階で、試験編成のみが存在しており、高速新線を走る旅客列車は主に120型が牽引するインターシティとなった。また、高速新線を走る高速貨物列車も120型が牽引した。高速新線での運用に対応するため、60両全車がハンブルクからニュルンベルクに転属している。 しかし、営業運転を開始すると、特に高速新線での連続高速運転で120型のトラブルが頻発するようになった。その原因としては、高速新線での連続高速運転を行うには120型の性能では余裕がなかったことが挙げられている。遅れを回復するにも、性能限界ギリギリの運転では、 それができないなど、次第に高速運転時の問題が露呈するようになってきた。また、当時としては、最新の技術を導入したためコスト的にも効果となり、西ドイツ国鉄の期待を裏切る結果となってしまった。結果として、西ドイツ国鉄は、103型の高速新戦隊を改造を施して、延命措置を行うとともに120型の量産を60両で打ち切り、 120型の問題点を改良した次世代の汎用型電気機関車の製作に取りかかることとなった。120型は高速新線の運用から次第に外されるようになった。ドイツ鉄道塗装の120-111号機ドイツ鉄道発足後の1996年、103型の後継機として101型が登場し、120型は 現在まで在来線の優等列車や夜行列車を中心に運用されることとなっている。塗装も当初のオリエントロードから101型同様のバーキアーズラッドに変更されているほか、全面広告塗装車も何両か登場している。現在は量産車のうち2両が試験用となり120.5型となっている。残る58両についても、 全機密運転を拠点に優等列車を中心に運用されているが、近年になって旧車となるものが現れている。西ドイツ国鉄が満を持たして投入した機関車でありながら、結果的に当初の期待に応えた活躍ができず、103型のような華やかさのないまま現在では2 0 0 9扱いとなっている。しかし、インバータ制御、誘導電動機という現在では、 世界的に広く使われている技術は、ドイツにおいては、この120型で実用化され確立されたと言っても過言ではなく、その功績は非常に大きいと言える。事実、アイスや120型の後継機となった101型、あるいはユーロスプリンターやトラックスといった最新鋭の汎用高速、大出力の電気機関車は、 120型の技術をベースとして開発され営業運転に投入された。これらの機関車はドイツ以外にも輸出され、現在ヨーロッパ各地のみならず世界各地で活躍している。名機にこそなれなかったが、現在の鉄道電気技術の基礎を成した機関車であると言える。ありがとうございます。